工作線は、和歌山県伊都郡高野町にある南海高野線の終点極楽橋駅から霊峰高野山の玄関口である高野山駅までを結ぶ南海電気鉄道のケーブルカー路線、高野山ケーブルと通称される、二両連結の車両に編成が最大568.2パーミルの勾配を往復している。2019年3月1日から4台目の車両。 N11N21 と N12N22 で運行されている。極楽橋駅では高野線の列車と高野山駅では今後ポージなどがある高野町の中心部とを結ぶ南海臨間バスの路線バスと接続している。ピタパ及びアイコカなどピタパと相互利用可能な IC 乗車カードが利用できる。工作鉄道で IC カードを導入したのは 日本国内では道路線が初めてである。なお2015年9月現在、日本国内で IC カードが利用できる、工作鉄道は道路線のほかピタパ、交通利用エリアの近畿日本鉄道、およびパスモエリアの三丈登山鉄道、高尾登山電鉄、つくば観光鉄道の4事業者がある。高野線の列車の極楽橋駅発着時刻に合わせて運行されている。このため、 運転間隔は不均等だが、おおむね10から40分ごとに運行され、所要時間は5分。また、積み残しが発生した場合には、当該便の7分後に、臨時便を運転する。高層式ケーブルのため、極楽橋、高野山両駅の発車時刻は同一であるが、高野山駅発極楽橋駅の場合、極楽橋駅で、高野線の接続列車がない場合は、回送便として、 客扱いを行わない。このため、上りと下りで、時刻表上の運行本数に差がある。過去には、極楽橋で、南馬方面への接続列車がない便でも、客扱いを行っていた。例えば、2008年11月時点では、高野山駅発極楽橋駅行き最終便は22時42分発で、あったが、高野線の最終列車後であり、乗客は、ほとんどいなかった。 実質的な最終便は、その一本前であり、極楽京駅で、橋本駅最終各駅停車に接続し、橋本駅では、南場駅急行に、約2分で接続していた。また、災害や、定期点検などで運休する場合は、高野線橋本駅から南海林間、バスによる、代行バスが運行される。運賃は片道500円。 南海電鉄の鉄道線とまたがって利用する場合は、鉄道線の運賃にそのまま加算される。乗り継ぎはレビー機は適用されない。なお、駅発車時と駅進入時に警笛を推明する。発車直後には、高野山の観光案内を BGM と共に、女性の自動音声で放送する。BGM には、以前は、サラブライトマンのクエスチョン・オブ・オーナーを使用していたが、現在は、 オリジナルメロディーを使用している。車内放送は英語、フランス語にも代用している。2015年4月2日から5月21日にかけて高野山海藻1200年記念大放映が取り行われたため、当該期間中は極楽京駅に発着する南海高野線の臨時列車の運転時刻に合わせて、このケーブルカーにおいても増発が行われていた。 全駅和歌山県伊都郡高野町内に所在。ありがとうございます。